こんにちは。今回はですね、参政党についてちょっとお話ししたいかなと思います。参、まあ、政党につきましては、私が興味がないでもないんですよね。で、参政党の活動に協力するかって言ったら、ちょっとそれはしませんけども、ただ参政党さんみたいなね、政党が出てくるのも、時代を反映してるかなーっていうのは特に思いますね。というのはね、参政党さんが私の目に触れたのって、街角でポスター見たんですよ。オレンジ色のポスター。そこに、 「賛成党」って書いてあっておこれは何だと思って読み込んでいくと結構ね希望が持てるような内容でそのポスターが出来上がっていたんでいや知らない政党だったけどもこういうのがあるんだなと思ったんですよ。でえっ、ー、と YouTube などで遡ってみるとあの YouTuber のね和也さんって方が随分昔に政治 DIY っていう活動を始めてそれがゆくゆく賛成党になったんだろうなっていうのはなんとなく掴かめました。 ただその途中で和也さんがちょっと考えてることが違うからっていうので、まあ、離脱して、まあ、私から見ると和也さんが発起人だったような気がするんですが、まあ、人が集まっていく中で、まあ、俺のいるとこじゃないわなみたいな感じで出ていったのかなと思うわけなんですよで参政党さんに対しては私は強く悪いイメージを持ってるわけではありませんがただやっぱりね参政党の党全体としては私はちょっと不穏なものを感じますね ただ国会の質疑なので神谷宗平さんの言ってくださることっていうのはまさにね、あのー、今まで都市伝説としかくくられなかった私たちの思いがそのまま出てるなと思ってすごく興味深く見させてもらいました結局ねそういうふうな政治の裏政府の裏にある闇の権力みたいなのが今まで私たちは漫画の世界のことだと思っていたんですよでも実際にあると噂されていた文章が出てきたりとかね ないいとされていたものが実際には証拠が出てきたりとかして時代が変わったなとつまり情報がどんどん可視化されていくのと同時にそういった、ね、関係省庁にお勤めになっている方とか官僚の方も結局は今塾で働いている方って40代50代だと思うんですよつまり「ノストラダムス」を読んできた世代なんですよね都市伝説大好きオカルト大好き心霊写真大好きあなたの知らない世界も 夏休みに見てきたでしょう。そういった方なんで、そういったお堅い役職についている方もね、半分ぐらいは、あこんなものがあったみたいな感じで、これは出した方がいいな、スクープだぞっていうふうに、リークも進んできてると思うんですよ。そうなんですよね。だから、一世代前の省庁の役人さんとは違って、なんか自主性を持ったね、型にはまらない人が今、 役職にいいてるんんじゃないかなかと思うんですよ当然財務省の中とかにもねそういう人いるでしょうし反骨精神をこうたぎらしてる方とかねでそういった方から徐々に徐々にいろんなものがリークされていってそれが別の角度から裏付けされていってそしてそういった都市伝説みたいなのを国会で質疑する人が参政党の神谷総平さんとかね山本太郎さんみたいな形で出てきてだんだんと風穴が開いてきたのかなと思うんですよ。 以前はこういうことっていうのは本当に口頭無形で国会の質問なんかに耐えられなかったわけですよね。でも今は強い裏付けを持って答弁することが、質問することができて、どちらかというと答弁者が戸惑うっていうんですかね。もうどっちかって押される、言いくるめられるみたいな感じになると思うんですよ。でそういった形で賛成党の働きはあの強く支持するものではありませんけども、でも同時によく出てきてくれた賛成党。 よくそれを言ってくれた神谷宗平さんっていう気持ちも強いです。まあ、ですんで、あの、なくなってほしくないなと。これからも、党勢を拡大していってもらいたいなっていうのね、政党でもありますね、参政党。結構、私はな、何か協力したり参加するほど、動画を作ったりするほど興味はないんですけども、だけども、参政党には強い、 政治基盤を作ってほしいなっていうのは本当に思います。あの、外交に関しましてとかすごくセンスがいいと思いますね、特にね。はい、という感じですか。あの、悪いイメージはありませんけども、じゃあ強く惹かれるものがあるかっていうと、私のいるところではないかなというふうには判断してます。ただ、これからもリサーチはさせてもらいますね。以上、私の賛成党の今の時点での考えです。参考になりましたでしょうか